それぞれの思いを乗せた優秀たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け、頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。ソダシ好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してソダシ花に立ちます。その後ろからはラインレジーナ、この馬も上がっていく構えです。さらにはラクテ16番モンプティクール、その後ろソダシ先手を取りました。そして大きく離れてハドリ旋風、この位置です。すぐ後ろにサクラスリール、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。その隣にフェアリーダンス、その外からユーゼル姫タイムパラドックス、そのうちに続いています。並んで12番ユーアブルームラフアップ、この馬もこのグループ、赤の帽子春うらら、その後ろレアリングバード、それに続きます。並んで15番ユアライフスタイル、すぐ隣にユーアスタイナー、最後方にハローメルヘン、各馬砂煙を上げてかけていきます。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。先頭は依然としてソダシ、2番手はラインレジーナ、ユーゼル姫3番手、後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はソダシ、4コーナーカーブから直線コースに向きました。ソダシ先頭、粘る粘る、3馬身から4馬身のリード、タイムパラドックス手応えは悪くありません。前を捉えられるか。残り 200m、 ソダシ先頭、ソダシ粘る、ソダシ先頭だ、先頭はソダシ、1着でゴールイン、2着はタイムパラドックス、3着にハローメルヘン、ソダシ見事このレースを制しました。